はい、どうもこんにちは。オーケストラの指揮してます平林亮と言います。今からですね、音楽勉強する極めていくっていうのはなかなか、難しさや厳しさがあるなっていう話をしたいと思います。そもそも、僕がその難しさや厳しさを感じる点っていうのはやっぱりね、日本で生まれた日本人なんだよね。日本で生まれた日本人であって、その芸術文化っていうのはその国の、風土気候建築っていったものからやっぱり習慣、文化風習気質考え方、みたいなのと密接に関連してるっていうか、そのままその、作品にそういったことが反映されてるので。その点難しいなと思いました。だからこそ今にしてみれば、コストパフォーマンスはすごく良くなかったんだけど、留学したことにも大変価値があったのかなと後で、振り返ってみればそう思うっていう感じですね。で、その語学もね、やっぱ大変だよね。語学もやっぱ時間取られるからね。別にその何て言うか、いろんなね、ヨーロッパの言語の専門家になりたいと志したわけではないんですけど、ある程度の語学、主要なものは、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、付け加えるとしたらロシア語ぐらいなんですけど、ここまでやる初級レベルまで持ってくっていうのはなかなか、厳しいなと思う。それでですね、演奏するにあたってこれは絶対欠かせないよねっていう要素っていうのがいくつかあるんですね。例えば和声の、基本的な知識があって、それをですね、どういうふうに演奏に反映させるのかっていう知識だけじゃなくて、実践としての方法論を得していることっていうのがあるわけです。和声分析っていうのは分析しだすと、結構時間のかかる作業で、作品が、近代に近づいてくるとキリがなくなってくるんだけど、それでもですね、重要なのは今終始する和音にいるのか、解決する和音にいるのか、つまりトニック、それが今、ドミナントに行ってまたさらに解決に戻ってきたのかとか、ここでこういうふうに転調したことによって雰囲気が変わる、音色が変わる、感じ方が変わる。とりわけ基本的にその終始する音っていうのは収めるって言いますけど、これちょっと収めるんだよね。ちょっと収めるわけ。同じフォルテや同じピアノの強弱の中でもちょっと収めるわけ。で、ドミナントっていうのは基本的に、不協和が、1度より強い5度ということで、ドミナントであるってことを、知ってた方がいいっていうか、感じてた方がいいわけだね。で、これっていうのは演奏する時のその強弱というか、どこでフレーズを収めるか収めないかっていう極めて基本的なところに関わってくる。でもこれっていうのはなんていうか、それなりにその和声とかを習うチャンスがあったりで、和声楽だけ習っても実際にそれを演奏にどう反映させるのかっていうのはまた実践としての別の方法論であって、それをまたどこかで、教わった、学んだ、得した感だっていう経験がないと身についてなかったりするんですね。で、よく僕はフレーズとかイントネーションっていうようなことを言ったりするんですけど、このフレーズとかイントネーションっていうのも僕は確率的にですね、音楽のフレーズはこうだというふうに教わったことはないんですね。で、今ではこの、僕の場合は和声よりもフレーズに基づいたテンポ感っていうのを元に音楽を演奏を構築するというふうに考えるに至ってるんですけど、これもその確率的に誰かから教わったことはないです。自分でいろ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 な方からそのヒントを得て学んだ、学ばせていただいてきた中から自分で方法論として、じゃあこういうことだろうと確立したものですね。だからその極めて基本的な部分に関しても極めてでもないか、かなり専門的な
知識や、学習がまあ必要とされてくる。うん、で、その極めつきはですね、これはいつも言ってることなんですけど、例えばその曲のこの本質的メッセージって何なのかっていうと、ちょっと多分野の知識も入ってくるわけですね。まあ、それはヨーロッパの文化、文学、歴史、世界史、哲学思想、宗教、キリスト教の知識とか、もしくはフリーメイソンの知識とか。じゃあ、第九っていう曲はね、フリーメイソンと関係があります。魔笛っていう曲はフリーメイソンの関係があります。フリーメイソンの演言にあるのは、これもいつも言ってる通り、イタリアのルネッサンス、プラトンアカデミーっていうのができて、メディチ家が、パトロンで、そこで、古代ヘルメスの思想っていうのを研究したフィチーノをはじめとしたピコとかそういった学者たちですね。うん、で、これがこの考え方が、まあゲーテもフリーメイソンでね、シラーもフリーメイソンでねとか、どこまでがどうかっていうちょっと細かいことは僕もずっしりかねますが、やれシベリウスがやれドビッスイがみたいな話もあります。ハイドもずっとフリーメイソン。これが思想的にどういう意味を持ってキリスト教とどう関係しているのか、もしくは対立しているのかっていうことも知っていれば、大工っていう曲とかですね、このシラーの歓喜の歌っていうことの意味もすっきりしてくる。こういうふうにこの物事を極めるっていうのは難しいね。僕は式科を出てるんで式が専門ということになりますけれども、例えば作曲に関しても勉強する必要がありますね。ピアノもやっぱり練習を続ける必要がありますね。それはその自分で音を出さない式っていうことでも、音を出す、実際楽器で弾いて音を出すっていう、営みはずっと続けていくべきだし、ゼロから音を作り出すっていう作曲っていう作業も自分でトライすることで音楽の真髄を学んでいくっていう、こともあります。で、オーケストラのリハーサルでは結構歌いますね。歌ってニュアンスを伝えなくちゃいけない。でも歌うっていうことが入ってくる。勉強はまあ尽きないですね。で、ヨーロッパの文化を知るには、東洋の文化を知る必要がある。日本の外に出ると日本という国がよくわかるみたいな現象もありますんで、まあ広い勉強が必要と。だからまあ音楽って甘くないんだよね。でまあ一応僕専門でまあ学んできたこともありですね。例えばちょっとしたフレージングの問題とか、ちょっとしたイントネーションの問題とか、ちょっとしたその和声的に、な問題とかがですね、こう、あ、それだと音に出てないっていうことが、結構気になるっていうか分かるっていうか、そういうのをこう修正して演奏を作っていくのがまあ指揮者ですから、職業でやってることがある程度分かんなくちゃいけないのはそもそもなんだけど、なんかね、極めてその、知見が必要とされるわけですね。音楽の演奏ちゃんとしていこうとするにあたってですね。なのでまあ今のはその自分がやってることの音楽とか、まあ式とかに関連しての話だったんですけど、物事極めていくっていうのはなかなか簡単ではない。極めていくために僕はなんかいろんな国を回りましたけども、本来僕はですね、時差も苦手というかね、旅も好きじゃない、本当に好きじゃない、まあ家でじっとしてるタイプなんですけれども、こう音楽をより深く知るためにというか、勉強するためにまあ飛び回ったわけです。本来こう一人で、じっとしてるというか、一人で本でも読んでるタイプではあるんですけれども、まあ音楽やりたいのでね、こう式がやりたいので、いろんな人とコミュニケーションするっていうこともまあ勉強していかなくちゃいけなかったわけです。ということで、これを一般化した話に置き換えますと、こう何かの分野を極めようと思ったら、まずおすすめしたいのが、骨の髄まで食らうっていうことですね。とことん探求して、誰よりも探求して、探求して、探求して、
自分の持てる資源全てを使って、まあやる気とか、まあ、労力とか時間とかお金とか全部を使って全身全霊で骨の髄まで食らっていくことですね。この探求をちょうどいいところでやめないっていうか、中途半端なところでやめないっていうか、みんながやめ、みんながここら辺までっていうところでやめないっていうか、とことんまで追求するっていうことがまあ大事かなと思います。そのとことんまで骨の髄まで食らっていくぞっていうその姿勢の中に、それを続けていく中にいずれその確固としたね、その自分の、勉強や研究の成果に基づいた柱みたいなのがまあ出てくる、できてくる、まあ、ものかなと思いますね。うん、そうね、まあ、物事極めるっていうのはまあ時間もかかるし、なんだけど極めようと、まあ、しようと、まあ、し続けることがまあ大事ですね。うん、で、まあ、もしできればですね、その自分がその学んで、行ったことの中からその自分のその仕事のルールとか、がこう確立されてくるものなので、それをまた法則化して他の人に伝えるっていうところまで、やれたら一番理想的かなと思います。それだけ勉強したのはその自分のためというか、自分のその仕事のスキルや、自分がその研究した成果を自分のものとして持っておくため、だけではなくて、それを何らかの形で、まあ、社会というか他者にも還元するというかね、こう発表するというかね、まあ、そういうことがまあ大事かなって。でここまでできて物事をまあ極めるということなんだろうね。うん、だから勉強は尽きないし、そう、何かをやろうと思ったらやっぱ半端ではいけないっていうかね、何かを削っていかないといけない。うん、一心不乱 に取り組んだ時間しか結局将来のその頼りにならないんだよね。うん、例えばある時期僕はもちろん例えば式っていうことに一生懸命取り組んだはずだし、ある時期一生懸命いろんな本を読んだりしたつもりだし、まあ、ある時期ピアノ弾いたり、まあ、ある時期、まあ、外国語を一生懸命学んだり、その集中して何かやったってことしか残んないんだよね。半端なことは残んないんだよね。自分のその力になっていくものがあったとしたら、一心不乱に集中したある時期集中して作り上げたその技術みたいなものなんだよね。うん、ということでですね、脇目も振らずに、まあ多少のことは切り捨てて犠牲にしてですね、何か、まあ、極めていくっていう姿勢が、まあ、とことんまで重要で、極めた後にはですね、こう追求して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 やった後には、それをまあ自分の思想や考えとして体系化して構築化したものを今度は他の人に伝える、そこまでいけば極めるっていうプロセスがある程度進んだっていうこととまあ言えるかなと思います。はい、どんなことでもどんなことでも追求し続けるっていうのはまあ簡単なことじゃないよね。うん、それは思う。うん、はい、そんな話ご視聴ありがとうございました。失礼します。